こんな感じですよね。おおおおお、どうどうこれ。はい、どうも料理料理さん、リュウジです。ということです。今回はなんとですね、コラボ企画でございます。皆さん何をコラボしていくかというとですね、あの料理系 YouTuber のですね、テヌキッチンさん、この間ですね、レシピ本大賞でお会いしました。僕は料理の大賞だったんですよ。お菓子の大賞っていうのが、まあこれもすっごい賞なんですけども、テヌキッチンさんの魔法の手抜きおやつ、この本がお菓子部門の大賞に選ばれました。表彰式ね、リモートでやったんですけども、その時にお会いしてですね、ぜひコラボしたいですねっていう話をしたら、快く受けていただいてですね、テヌキッチンさんのこちらのお菓子部門ね、大賞のですね、魔法の手抜きのおやつから一品私が作らせていただいて、本当にやりたかったこれ、サクサクメロンパントースト。メロンパン大好きなんですよ。トーストで作れる、すいません、私にわかに信じがたいなと思ったんですけども、本当にこれでメロンパントーストができるのかっていうのをちょっと今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。これね、魔法の手抜きおやつっていうね、これ素晴らしいの、僕も見たんですけども、気になると思うんです、本当に手抜きでできるのかと。それを今回僕実証していきたいと思います。本当に手抜きでできるのか、どうすれば手抜きでできた証明になるかと思ったら、僕がいい感じで酔っ払ってできるんであれば簡単っていうのが証明されると思うんですね。なのでですね、今回は僕が検証のため、あくまで検証のためです、検証のためにアルコール入れてですね、酔っ払いでも簡単にできるのかと、そういう検証をしていきたいと思います。自分のレシピは作れますけど、他の人のレシピを作るのはなかなかないですからね。はい、でもね、ちゃんとちゃんと検証していきます。検証開始で、うまいわ、メロンパントースト作れる、やっていきたいと思います。バターを、この耐熱ボウルに入れ、じゃあ10秒加熱しましょう。はい、薄力粉が大さじ2、砂糖が大さじ1。ごめんなさい、ちょっとね、バター硬かったんで、もう一回やります。はい、多分これ お使いのエンジンは、あと10秒やりましょう。10秒やった姿がこちらですね。はい、ああ多分ね、これでいけるでしょ。でよーく混ぜて、バターと小麦粉と砂糖、こうやって練っていきます。よーく練ってくださいね。これね、これがクッキー生地になるってことね。これ勉強になりますね。粉気がなくなるまで混ぜるんじゃないかな。ちょっと白っぽくなってきますよ、やっぱね。いいんじゃないでしょうか、こんな感じで。今回ちょっと朝食の6枚切りで塗っていくんよね、これね、こうやって。もううまそうだね、これ。なんかね、これ加熱してメロンパンっぽくなんのかな。こんな感じですよね。包丁の背で格子状をつけていくんだ、格子の柄を。おおおおおお、トントンと。こうした方がいいか。どうですかね、こんな感じでね、色がつくまで 4,5 分焼きます。だいたい200度で5分ぐらいでいいのかな。5分間これで焼いていきます。酒飲む暇なかった。え、見て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 、どうどうこれ。テヌキッチンさんの超簡単メロンパントースト完成でございます。はい、それではですね、できましたのでいただきたいと思います。いただきます。めっちゃ香りいいんだけど、バターが大好きなの知ってますよね。ちょっと割ってみようか、こうやって。あ、ほらほらほら、どうですか、バターが染み込んでますよ。いただきたいと思います。いただきます。めっちゃうまい、これメロンパンだ、これうまいな、面白い。これバターと小麦粉と砂糖練ってパンに塗って焼くだけでこんな食感になるんだ、知らなかった。こうなんの、うめえ。これラムめちゃめちゃうまいぞ、すっごい甘い香りしてね。うん、サクサク、これ大好き、たまらん。濃厚なバターの香りと非常に合う。ほんとみんなやった方がいい、これ。今回はテヌキッチンさんの魔法の手抜きをやつから動画を出させていただきました。すごく勉強になるんですよ、これね。ぜひですね、テヌキッチンさんのこちらの魔法の手抜きをやつね、
概要欄にも載せておきますので、皆さんぜひ手に取ってみてください。これね、お菓子作りはかどる。しかもね、みんなね、本当にね、材料がね、もう3個とか4個とかがめっちゃ多いんですよ。でですね、今回ですね、手抜キッチンさんの方でもなんと、私の悪魔のレシピを作っていただいたみたいなので、皆さんチェックしてみてください。これはちゃんと、ね、すいません、手抜キッチンさんコラボ相手を間違えたかもしれない、はい、でもね、ちゃんとちゃんと検証していきます。これね、ちょっともう僕英語が弱いんで読めないんですけども、なんとかでか、これね、この間ね初めて飲んだんですけど、めちゃめちゃうまいです。